はい、今回の動画ではですね、引き続き、ちょっと中級編ぐらいかなというところに入っていきたいと思います。はい。矢印、音量と分割、ここまで行ったんですけども、今回はここ、ピッチのカーブ、はい、ビブラートを直したいとかっていうのもよくあるんですけども、はい、この時にこの波をですね、少しこう緩やかにしたりってことが、このツールで可能になってます。はい。はい、ちょっとお見せします。ここですね、長押しすると、こんな感じで、ピッチモジュレーションツールっていうのが出ますんで、はい、まずこれを選択してあげてください。はい。その後に、例えば今これ見てください。結構波打ってますよね。はい。ここを、上下ドラッグさせることによって、この波を変えられると。はい。はい、上にやると、逆に波が強調されます。グッドモジュレーションをかけたような感じになりますね。コーラスをきつくとか。今はそれとは逆に、波をなくしたいので、下にドラッグします。すると、割とまっすぐになってくれるかなと。あと、パフュームとかだと、こう、なんかこう、ケロケロボイスって今流行ってますけど、はい、これも再現可能で、これを下げてってもいいんですけどね。どっちでも同じことで。ま、はい、っすぐにしてあげようと、あえてですね。はい、で、当然これって全部に、適用することもできるんですよ。こういう風にですね。そうすると一斉に波がなくなった状態になりますから、ああ、なるほど、はい。今こっち先に動かしちゃったからこっちで調整しますね。はい。こういう感じで全体がこう割と均等化されてまっすぐになってます。聞いてみましょうか。グッドニュースも黒いのいつも。こういうことができますね。ああ、本当ですね。はい。こういう使い方も面白いんじゃないかなと思います。はい。で、もう一個ツールあったと思うんですけど、これピッチドリフトツールってやつでですね、はい、ボーカリストさんは結構こう音の入りとか、逆に音の終わりっていうのがピッチが甘くなりやすいんですよね。はい。高く入ってきちゃったり低く入ってきて、そっから正常な音程になる。はい。これを修正してあげるのが、このピッチドリフトツールで、はい。傾きを変えられるんです、こうやって。ドラッグすると。どんどん上がっていく感じになったりとか、はい、っていうのがこのツールになりますね。はい、うまくちょっとこう練習して使ってみてほしいなと思います。はい、はい、そしてその右なんですけども、このフォルマントっていうのは、はい、よくシンセとかピッと他のエフェクトでもフォルマントっていうのがあるんですけども、はい、まあ話がこれこの話をしだすとまあ10分20分経ってしまうので、簡単に言うと声のキャラクターだと思ってください。はい、音程には関係ない、はいはい、キャラクター上に上げるとちょっと聞いてみましょうか。もうちょっと全体上げましょうかね。はい、これで、こうやったとしましょうか。聞いてみます。アニメっぽい声っていうんですかね。ああ、はいはい、こういうキャラクターを、作ることができたりとか、逆に今上に上げましたけど、はい、これをこう下げるとですね。まあ、今極端にですね、ちょっとだけ声のキャラクター変えるってこともできますからね。はい、こういうふうに聞いてみると、男っぽい声になったりとかっていう、はい。これ音程は変わってないですね。音程は変わってないです。あくまでその声のキャラクターだけが変更されるって状態ですね。ああ、じゃあちょっと特殊効果的な使い方。はい、極端にやれば特殊効果的な使い方だったりとか、薄く入れてあげてこう声の感じを調整したりっていうのもありですね。はい。次はですね、タイミング、メロダインってこう音程だけじゃなくてタイミングとかも修正できるので、はい、はい、そのタイミングについてお話をしようかなと思ってます。はい。はい、じゃあ今日はこれで終わらせていただきたいと思います。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。